私の名前を呼んだか決着をつけよう。こんにちは。今日は今レジェンドランカー1位をね突っ走っている方が考案したデッキを使っていくんやけども、まあ新環境始まって、バジラの強さというものはまあみんなねもう、やってたら分かっていってると思うんやけども、まあ修正が入る可能性が非常に高いという中で、今回もね、バジラのデッキを使っていくと。で今回使うのはこのバノムね、悪魔神バノムとバジラを混合したデッキを使っていくと。新しく追加されたボルギーズっていうデーモンコマンドの強さとかあって、バノムの需要もね結構その診断上がっているんよね。ただバノムも強いんやけども、やっぱバジラがねあまりにも強いから、バジラ構築というものは非常に多いわけなんやけども、今回はこの闇文明と非文明の2色を使っていくと。でなんか新環境で思うのはなんかその 4C とか5カラーとかこう色をこうたくさん使うというよりは基本的には2色3色、特に2色やね、2色のデッキが非常に多い。単色も多いけどもなんかそんなにこうね、他の文明を使わないっていうのがこう新環境は思うこととしてはあるんやけども、正直このデッキに関しては無課金でも多分作れると思うよね。バジラ4枚はちょっときついかもしれないけど、第1弾からやってる人やったらボルメテウス2枚もバロム1枚も持ってるだろうから、そこまでね生成難易度も高くないと思うよね。で自分が思うこのバジラ構築の答えっていうのはやっぱこの黒神竜ゾルベール、このゾルベールっていうカードがやっぱ強いなーっていうのは感じるね。やっぱそのいろんなデッキ今紹介してきたけども、対戦相手が使ってもそうだし、自分が使ってもそうなんやけど、このカードは非常に強いね。特にバジラを無限に使えるっていう理由もそうなんやけども、そう意図的にバジラを拾っていくこともできるからね。しかもブロッカーとしても殴ることもできるっていう、非常に今のバジラ構築のねなんだかんだ確信をついているカードかなと思います。でパッパッパッとねもうデッキ紹介していこうと思うんやけども、ブラッディイヤリングが3枚、ボーン通りチャージャーが3枚かな採用、自分の山札の上から2枚墓地へ置くと。でチャージャー持ってると、これはバジラをね、墓地へ送ってそのバジラを回収すると。それからファントムバイツが2枚採用で、リバースチャージャーが、4枚採用、自分の墓地からクリーチャーを探索し1枚手札に加えると。そのバジラとか、欲しいカードをね自分の手札に戻しながらチャージャーを使うことができる、マナを加速させながらね欲しいカードを戻すことができる、非常に優秀なカードであると。それからゾルベールが4枚採用、ゾルベールの強さはねもう先ほど言った通りであると。それからボラギノールアブラマンが3枚採用、このカードは一応ベアリティレアなんやけどもデーモンコマンドを持ってると。このデーモンコマンドっていう種族と、このカードテキストの強さというシナジー相乗効果、これがねやっぱ強いね。デーモンコマンドって結構リスクのあるカードがね多い中で、これは本当にメリットで相手のマウントを取りつつバロム展開できるからね非常に優秀なカードであると。それがデーモンハンティングブラスターが4枚採用、ボルギノールドラゴンが4枚採用、これはね非常に私結構面白いカードだと思うんやけども、4000のシールドトリガーであると。しかもドラゴンのシールドトリガーであると。これはね例えばね相手が攻撃した時にねボルテールドラゴン出して次のターンバジラ出すみたいなの出してしまえばバジラを本当に7コスで出せるっていうことでね非常に優秀なカードであると。正直この4000っていうパワーの高さというよりはシールドトリガーでドラゴンを出すことができる、ここにね、大きなミソが詰まってるんじゃないかなと思うよね。それからサウザンドスピアが2枚採用、パワー4000以下のクリーチャーを全て破壊すると。このカードは、なんか光文明のさなんか選択できない3500クリーチャーがいるけども、あれを倒すために作られたカードかなと。で結構そのカードが結構今流行ってるから、そういった意味でねサウザンドスピアは入れられてるのかなって感じだね。それからバルキリードラゴン1枚、バルキリードラゴンは、今の環境ものすごく活躍してるね、面白いカード、まさかここまで活躍するとは思わなかったけども、バジラを確定サーチすることができるって、とんでもないチートカードやると。それから私の名前を呼んだかボルメテウスが2枚採用、そしてバジラが4枚採用、このカードは言わずも我慢ね最強カードであると。それからまあバロムが1枚採用。これはまあ先ほど言った通り進化元のデーモンコマンドがまあ追加されたことによってバロムの軍配価値がまあ上がったということやね。まあとりあえず、まあ、世界ランカー1位の方のデッキなんでやっぱり悩むことなくね、実際にこうデッキを作って回すと。何も考えずに作って何も考えずに回してそこから得られる汁をねもたらすことこそが世界の混沌を味わうんだよ。わかるかい？でまあ今回もねデュエルマスターズプライスやっていくんやけども、この動画を見てね面白いなとかね参考になったと思った方はぜひねチャンネル登録と、高評価ねよろしくお願いします。さあマッチングしました。今日はデーモンコマンドの、バロム最強バロムと、バジラをね採用した、まあ、構築というものを紹介していくんやけども、ちょっとなんかバジラのデッキばっか紹介してるんやけども、コメント欄でその何のねシールドトリガーいきなり2枚も来んなタコが一番そのなんだろうなそのみんながこう見たいさそのデッキというものをねコメント欄に書いてもらえるとちょっと嬉しいなと思うんですが、例えばそのまあちょっとネタ系のデッキ、それからまあガチ系のデッキ、まあ、バジラのデッキとか、それからまあそういうのをねツイッターのダイレクトメッセージとか、まあ、リプでもいいんやけどもそう教えてもらえるとねこうありがたいなと思うんやけども、やっぱその、まあ、自分が紹介できるデッキもやっぱ限りがあるわけだから、まあ、もちろんそのねみんな教えてもらったデッキを全て紹介するわけではないけども、まあ何かこう面白いねデッキの構築とかがあればちょっと教えてもらえるとね嬉しいなと思うんやけども、これ3ターン目のボーンドリチャージかリバースチャージは面白そうやね。まずは1枚目アマラスアクアサーファーってこいつめっちゃなんか旧型のデッキ使うじゃん。だが私にその程度が通じると思うか。だからシールドトリガー来るなよ。これな、ボルテールドラゴンはな、なんか今回のコンセプトは、なんかそのボルテールドラゴンをシールドトリガー使って、バジラ出すみたいなさ、そういうのを狙ってね、考えていこうっていう中でさ、シールドトリガー来るんじゃないよ。だからボルテールドラゴンをベルドールで取る、まあ、増やすことはできるわけだ。であるならば、焦る必要性はないよね。まずは1枚目。現れるんだ。ゾルベール召喚。恐怖をもたらすその全ての最中へ。いいねいいね。ボルテールドラゴンをこれで回収していく。いやマジでその1枚ほぼドロー確定しつつね5コス4000ブロッカーであるこいつは本当に強いよね。まあ多分なんだこいつ何もしないじゃん。何もできない人間に世界を変えることができるとでも思っているのかな。だったら見せてあげるよ。ボーンチャージャーをまずは1枚。でもな正直ボルテールドラゴンみたいなイソギンチャクみたいなカード多いでもしゃあないよね。だがまあバジラを決めるという2文字を考えるならばまあここはちょっとこれで抑えるか。まあココルピアとかが入ってない分ねまあそういう時ではないからね。まあこのやっぱでも多分ボルテールドラゴンはあと4000のクリーチャーがトリガーで出るっていうのはめちゃくちゃ強いからね。でそのトリガー出た次のターンにねそんなタコみたいなねイカかタコか知らんけどもそんな小賢しいカードで私にマウントを取ったつもりか。だったら見せてあげるよ。自分の墓地からクリーチャーを探索し手札に加えるか。これバジラをね蘇らせることができるカードではあるが難しいな。だからボルテールドラゴンにはバルキリー使うと思うんでもう行くよ。じゃあそんな悠長なことをしてる暇があるんだったら私が世界の終焉を見せてあげるよ。しかもこれゾルベールに進化をこうできるのか。面白いね。遊戯がないのが私の流儀があるがどっちに進化を置くのかが難しいな。でもブロッカーの方が軍配は上がりそうやけどね。だから正直まあこっちでもありかなって感じはするな。こういうとこのね掛け合いがやっぱこのゲーム難しいんやけども、まあ、こっちでもええな正直。現れるんだバジラ召喚。これで相手は、マナをね出しただけで終わったわ。4連勝の対戦相手遭遇していく。ちょっと1戦目バジラを出しただけでリタイアしてしまったけどもまあやっぱちょっとずるいよね。まあちょっとこれは小賢しいな。だから絶妙な快感を味わうことができたぜ。まあでもちょっとねやっぱバジラのデッキはねやっぱガチ構築のブルーに入るからしかもこれ相手グレガリゴンを採用したデッキやん。これまあ前回も紹介したけどもまあドラゴンかな。だがな、そんな中途半端なデッキで私に勝てると思うのかな。とりあえずね、まあ相手がこう詰めてきても、まあ別にブラッディアリンが置いちゃっていいと思うよね。だからボンドリチャージャーが自分の山だから、まあでもマナーをちょっと貯めたいってのあるよね。でも手堅く行くならば、デーモンハンド切ってブラッディアリング出すっていうのが一番強いか。まあちょっと焦らんでいこうか、ここは。まずは1枚目。で、シールドトリガーが2枚来ることに関しての怒りはね、表さないんですよ。まあこの程度でイライラしてたら、このゲームやってらんないからね。まあ、残りの5枚のシールドに全てをかけるんだ。先を目指すべ。オラが一番だべ。おー、相手もデーモンハンドか。なかなか面白いことをしてくるね。じゃあここボーン踊りチャージャー行くか。まあどれを捨てるかなんやけども、まあボルメテウスを見つけるならばバルキリードラゴンを捨てるという2文字を展開しても、まあ悪くはないって感じなんやけども、ただバルキリードラゴンは確定サーチを促すカードでもあるんよね。そこを考えるならばボンギルズがいいよね。自分の山札から2枚を墓地に置く。まあボルギズイズ行くか、ここは。まずは1枚目。そしてこのカードはマナチャージもできるからね。これでまあマナチャージプラスな、バジラーちょっと行きたくなかったな。でもまあ一応回収する術はね、次のターンにあるんだよ。むしろこのターンにバジラが墓地に行ってくれた方がありがたいのか。まあちょっとね、やっぱな、このなゾルベールっていうカードが非常にやっぱ強いね。いいね。まあ相手もこれあれやな、バジラのデッキか。だがバジラのデッキごときが私に勝てるという2文字を展開することができるとでも思っているのかな。リバースチャージャーも面白そうやんね。だからどういう風にしようかな。これゾルベール一旦ボルメテウスを消えてもらうか。バルキリードラゴンの方が需要高そうやからね。まあちょっとこういこうか。まずは1枚目現れるんだ。ゾルベール召喚。ボコス4000ブロッカーを展開しながら自分の墓地からバジラを手札に加える。まあ今の、まあ、デュエプレはね、この墓地に行ったドラゴンカードを戻すことができるから、まあ破壊するっていうデーモンハンドとかもなんかね、今までと違ってこう無限に復活するからね。そこもなんかすごいおっとバジラのなんか3ねやつ消えていく。オッケー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 。無駄なあがきをするだけ時間の無駄だと言っているじゃないか。しかもこれしっかりブラッディアリングを出したっていうね、序盤の動きもしっかりとこう生きてきてるよね。だったら見せてあげるよ、世界の終焉の猛火というものをな。これもちょっと消えてもらいたいカードやね。まあリバースチャージャーで墓地からクリーチャーを戻せるわけなんで、見せてあげるよ。じゃあこのカードを墓地送りにしながら、バルキリードラゴン良かったか、これ。ちょっと待って、間違えたの、これ。まあでも一応まあ次のターンに、バルキリードラゴンでバジラ確定サーチできるから、まあまあどちらにせよって感じあるけどね。まあこういく。まずは1枚目。これで消えてもらうんだ。世界の終焉の猛火というものをな。だから相手の手札は、まあどちらにせよ0枚なんで、まあ私に勝てるという2文字は存在しないのだよ。まあ次のターンバルキリードラゴンで確定サーチだからね。いいこいつ自らを犠牲にしてゾルベールを破壊することを選んだか。だがそれ自体が無駄なあがきであることを教えてあげるよ。まずは1枚目。やっぱこのバルキリードラゴンがやっぱ面白いよね。7コスでね、第1弾ではあまり見なかったけども、これバジラを確定サーチなんよね。これでバジラを戻す。まあボルメテウスでもありかなって。いろんなアーマードラゴンをこう選べるっていうのが強いよね。そんなシイタケみたいなカードで勝てると思ってんのか。だったら見せてあげるよ。バジラの力というものをな。一応リバースチャージャーはバジラを回収する術として使えそうな感じはするので、ここはね、まずは1枚。でも相手これあれかし。ただまあバジラの前では無力やね。まあ行こうバジラ。7コスのバルキリードラゴンを生贄に捧げながら、さらに最強のカードを展開していく。破壊を司る全ての世界線を、虹の向こうへレインボーなんだ。ごまらになっていく。しかもトリプルブレーカー。しかもバロムよりもねパワーが強い。13000は気持ちすぎるな。まあでもデーモンハンドを打てばまあ破壊できるけども、今期はねこのリバースチャージャーというカードがあるからね、無駄なあがきを、おっとこいつ証しだ。だがおっとこいつ甘えたことをするんじゃないよ。だからバジラを破壊しても無限に回収する術が私にはあるからね。あい虹のこそが私の力。ああやばいやばい、強すぎ強すぎ。てかちょっとプレミが多いような気もしてるけども、あまりの強さにカバーリングできてるよね。そんなねトウモロコシ畑みたいな、そのトウモロコシみたいなカード使うな。これ強すぎるなやっぱり。いやマジで強いからこそ面白いよね。やっぱインフレあるけども、やっぱ圧倒的な力でさ敵をねじ伏せることができる、それこそが思考の快感じゃないか。そしてこのカードを破壊することによって相手はマウントを取ったつもりなんだろうが、まあ持久戦に持っていこうという考え方、それ全てが無駄なあがきであることを教えてあげるよ。まずは1枚目だがドラゴンカードがいないからバジラ出せないか。まあ、バジラ4枚持ってるっていうのがやっぱ心強いよね。まあ、ドラゴン引けば私の勝ちは獲得される。なんだこいつさっきから何もか。バルーンもでかいね。ただデーモンコマンドが必要なわけだ。まあどちらにせよターン稼ぎに過ぎないね。未来を変えることができない人間に運命を変えることはできない。でこれドラゴン相手出してきたんやけども、このカードは処理したよね。だから同じカードばっか来るな。バジラを出されると困っちゃうから、これ行くしかないね。まずは1枚目。でも相手の盤面から見るにやっぱシールド1枚もなくてね、こっちシールド5枚で圧倒的に相手のが不利やからね。これはもう数字で表すとこっちが100有利で相手0みたいな、あ0じゃないな99でこっち有利で相手1みたいなもんやからね。あーいいね。だがキーカードが来ないのが小賢しいじゃないか。だからこれバロムが来る可能性もあるんやけども、まあバロムが来たとしてもね、私を倒すという2文字は成立しない。小賢しいだ。おいいね。ゾルベール引くか。面白いね。だったらまずは1枚目現れよ。ドラゴンカードを召喚することによってまあバジラのね進化元としてまあ使うことができるわけだ。そして、バジラもあるから、まあ、ゾルベールの無限増殖でいこうか。とにかく毎ターンゾルベールを破壊しないといけないような、そういう状況を作り出していく。それをまあ意図したデッキやからね。さあどうするか、まあ、常に破壊しないといけない、まあ、これもね、ブラッディアリンが破壊するだけでは私を止めることはできない。誰も俺を止めることはできないんだよ。デスモークがあれば、おお小賢しいなこいつ。だがそれはねいつか生き切れするからね。まあお手前に拝見というところじゃないか。じゃあ面白いもの見せてあげるよ。さらなる地獄というものをな。バルムは消えてもらって現れよ。ゾルベール召喚。この10マナのゾルベールはマジで鬼畜やからね。地獄を受ける私の世界を戻すものなど世界を道義。これ強ないマジで。まあ6個数の4000以下のクリーチャー全て破壊とかあればまあいけるけども、さらにゾルベールの効果によって、ドラゴンクリーチャーをまたね手札に戻すことができるわけだ。この点から出る数字はなんだ。7個数でしょ。バジラは2枚あるからバルキリー、まあバルキリーただボルテールドラゴン戻すぐらいだ。バルキリーは強いな。こういこうか。まあデッキ負けだけはねちょっと意識、まあ、ちゃんと考えてプレイングしていきたいんやけども。さあデーモンハンドまずは1枚目だから3個ずつ破壊できるかな。はい終わりました。はいゾルベール引いていく。あやばいなこれ、まあ、圧倒的なる火力じゃない。じゃあ終わりにしてあげるよ。このバジラ4枚の力強さというものをな強いな。破壊を司る神の中に愛終わり。マジで強いなこれ。バルも強いけども相手バジラだけで何これ6マナ減ってるよねこれ。やばーマジで強すぎワロタ